姫島観光情報島内ミステリーツアー、七不思議その1は仙人堂。姫島北西部に位置する観音崎、整備された参道をおよそ15分歩くと、海に囲まれた絶景の中に小さなお堂を目にします。馬頭観世音を祀った仙人堂、大晦日の夜、再起に追われた善人を千人かくまうことができるという言い伝えがあります。七不思議その2は浮き巣。沖合の小さな巣に漁業信仰を集める高部様が祀られています。高部様と鳥居は高潮や大しけにあっても決して海水に浸かることがないと言われ、海中に浮いているようであることから浮き巣と名付けられました。七不思議その3は逆さ柳。お姫様が使った用事を池のほとりに逆さまに刺したところ、やがて芽を出し枝が垂れない逆さ柳になったと言われています。七不思議その4は金付け石。お姫様がお歯黒をつけるとき、石の上にチョコと筆を置いたところ、そのくぼみの跡ができたと言われています。またの名をお歯黒石とも呼ばれています。七不思議その5は表紙水。お姫様がお歯黒をつけた後、口をすすごうとしたが水がなく、手拍子を打って祈ったところ、岩の間から水が湧き出したので表紙水と言います。別名はお歯黒水。水質は炭酸水素塩冷光泉。この表紙水を利用したのが表紙水温泉です。七不思議その6は浮田。ここは大昔、大蛇の夫婦が住んでいた池でした。誤って大蛇もろとも池を埋め立てて田んぼにしてしまったため、大蛇の怒りで田が揺れると言われています。七不思議その7は阿弥陀垣。島の東端にある姫島灯台、その断崖の下に海食洞窟があります。船でしか行けないこの場所に群生する阿弥陀垣。この牡蠣は海水に浸かることがなく、食べると腹痛を起こすと言われています。阿弥陀如来に似た形をしていることからこの名が付けられました。以上、姫島七不思議でした。